大家好、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズ編第94回撮っていきたいと思います。さてさて、じゃあ双子のクエストですが、どうやら続きがあったみたいですね。レベル70クエスト、ロンカの守護者たち。ファノブの里のファイナは外の集落の住民と交流してみたいようだ。スジュ、同盟者さん、儀式ではありがとう。私たちすっかり仲直りよ。それで森の外へ出る練習というわけではないけれど、イキスマヤヤの森を出てすぐのスリザーバーを訪ねようかってシュナと話していたところなの。森の外へ出るにも、外のものを迎えるにも、私たちには経験も知識も不足しているから、まずは一番近い外の世界として、あの集落と親睦をってね。そうだ、同盟者さん、スリザーバーの人に私たちを紹介してくれない？ファノムのビースだけで尋ねても彼らを驚かせちゃうと思うの。はい、それは心強いわ。それじゃあ準備ができたら、ワイルドガーデンのスリザーバーの手前まで来てちょうだいね。すっかりみんな素直に メインはちょっと後でやります。よいしょ。こっち、あ、飛ぶのが遅いまあでも詳細地図をゲットしてないとこんなもんか。この下？ん？どこじゃ？どうした？あ、彼だ。そっか、ひょっとしてあの水神様、水蛇様、水地様ちょっと読み方が分かんないけど、クエストやってないとこのクエストが発生しないんだな、きっと。キーボードか。あ、やばい。相変わらずやばい。バラン。もしかして、ファノブの里のビス族。森に立ち入っても弓矢が飛んでこないなんて。シュナさん。闇を信仰する静かな人々と聞いていたけど、彼らはちょっと静かではないかもしれないね。じゃあ、ファイナさん。同盟者さん、この子たちは知り合い？早速紹介を。ん？そうか、貴殿が僕にこの者たちを使わせたのか。素晴らしい。ちょうど先ほど、ロンカの水蛇様、水地様より新たなるビジョンが示されたのだ。次なる森の危機を示す夢に、この東の森を見たのだ。青き花道、神殿軍と共に現れしは、日差れし記憶の石板、そして化身様の見姿と、我を導く次なるビース。あ、うん。どうしても東の森に行くって聞かなくて、俺もついてきたんだ。前回の啓示が当たってから妙に自信持っちゃって。でも生地一度事件を言い当てているだけに、無視もしづらくてさ。彼、何を言っているのかよくわからなかったけど、森の危機というのは。そう、森の危機だ。我が導き手よ、ロンカの水蛇の化身様の小さな蛇のような見姿に、この森で心当たりはないだろうか。ロンカの小さな蛇、わからないけど、水蛇水地ならワイルドガーデンよりミュリルの郷愁の川べりで見かけるんじゃないかな。ふむ、僕がトゥシ・メキタ湖のほとりで初めて化身様にお会いしたのも
なるほど、水辺であった。なればここでもその川沿いにおわすに違いない。この森にやはり今僕が参りましょう。化身様、どこにおいでなのですか？ちょっと危険な獣もいる森で一人になるなんて。ああ、こういうやつだった。ご迷惑おかけします。彼はその小さな水地というのを探していたの。森の声は危険な存在ではないと告げているけど、居場所もわからないのにあんな一目散に走っていくなんて。シュナに任せておけば大丈夫だと思うけど、森も広いし、同盟者さんも追いかけてみてくれない？私はこの子をファノブの里に連れていくわ。別行動になっちゃったね。じゃあとりあえず彼らを追いますが、その前にこのクエスト、秘術使いのビースさん、手負いのヤクルス。ふう、大変そうだ。大丈夫よ、しっかり。お前、常闇の愛し子か？いいえ、難攻です。あ、この難攻は疑ってごめんなさい。この子のために持ってきてくれたのね。この子、怪我をしているわ。傷口にその手製の軟膏を塗ってあげて。私はこの子が暴れないように落ち着かせるから。はい、というわけでお薬を塗ります。キュイー、これで良くなるはずよ。この子の体には矢が深々と刺さっていた。それもファノブの里で使われる骨製の矢尻ではなく金属製の矢尻が使われた矢よ。おそらくは西側に陣取っている黒フードの連中がこの子を捕獲しようとしたのでしょうね。こんなこと先日の動乱が起きる前はありえなかったのに。とにかくあなたが来てくれて助かった。私はしばらくこの子を見ているから、ビースの狩人に警戒を強めるよう伝えてくれると助かるわ。あとはこの上か。この辺？あ、こんなとこに水辺がある。垂れ耳のビース、綺麗でしょ？ここはね、イキスマヤエの森に降った雨が木々と土によってろ過されて染み出してできた清らかな泉なんだ。この場所で深呼吸すると湖に溜まった天からの恵みの力が体中に染み渡る気がして、あっという間に疲れが取れちゃうんだ。この場所を知っているのは私の姉妹とあなただけ。秘密の場所だよ。君も疲れて一人になりたいときはここに来るといいよ。さて、私は一足先に里に帰ってるよ。君ものんびりくつろいでから戻っておいでね。ありがとう。まあこの辺は これはもうスリザーバーに入っちゃうんだね。あ、ちょっと待ってよ。そこの先のだ。双子のクエストを、双子というか水蛇様のクエストをどこに行ったのか。この辺か。いる。ん？襲われているな。まあやるか。よいしょ。敵が襲いかかってきた。
ちょっと待って。あ、間違えた。これを倒したら、あ、水蛇さんはこんなところ、なんかの鳴き声が急に。かわいい。ツナさん。外のものに森を踏み荒らされたくなかっただけよ。無事でよかったけど。ツンデレだ。かわいい。リンフォードさん。化身様、よくぞご無事で。キー。前もこんな風に助けてくれたわね。ありがとう。彼、あの蛇に夢中なんだもの。かばおうとして疲れちゃったわ。それにしても、あれがロンカの水蛇様の化身？さあ、いかなる森の危機が迫っているのですか。我に次なる啓示を。どうやら、そのようね。とにかく、他の獣がいつ現れるかわからないわ。ファノムの里でラニルを交えて話しましょう。いきますか。あ、そのように地を這われては、僕がお運びしますのに。なんか、その、なんちょっと、キホード君、ちょっと変だよね。すごい変ではないけど、ちょっと変なやつだよね。じゃあ、他はもう、クエストがもう、しっかりとね、片付いているんでね。あ、ワープでもいいか。50秒。まあ、いいや。飛んでもそんなに変わんないや。いや、遠いな。いや、飛ぼう。これ報告したら。いや、でも途中だな、読んで。ちょっと、キリが良くなった。終わったのか。じゃあ、カリウさん。やはり常闇の愛し子の仕業か。奴らは常に自然豊かなこちら側を狙っていたのだ。今までは追い払ってきたのだが、いよいよ連中も後がないと悟って強気に出てきたのだろうな。早急に見回りを強化しなければ。伝令に感謝する。いえいえ、大事にならなくてよかったです。じゃあ、あと一箇所報告。双子のクエストは続きがある。この辺。おかえり、ゆっくりできたかな。なんという1、身も心もゆっくりできた。2、さほどゆっくりできなかった。1でいいかな。身も心もね、ゆっくりできたよ。それはよかった。君がなんだか張り詰めた様子だったから、少しでもリラックスしてほしくてさ。はい、そんな君にこれをあげよう。いひひ、付き合ってくれた俺だよ。そう、休憩はおしまい。お互い使命に励むとしようじゃないか。うんうん、さらばだ。お、ブラッドトマトジュースをくれ。ちょっと待って、もう一個サブクエ、あの続きだね、双子のサブクエ、ちょっとこれ続きやりたい。どこだ。
よいしょ。ラニルさん、他の双子はいないんだね。そうか、スリザーバウからの客人か。双子もそれぞれ里に向かっているんだね。では全員揃うのを待ってから話を聞くとしよう。うん。ロンカの水蛇様の化身か。キリ。それにしても驚いたな。実は稀ではあるが、ファノブの里には夢で託戦を受ける才を持つ者が生まれてくるのだ。夢見師と呼ばれていてな。おそらく君の力も同様だろう。ビース以外では初めて聞くが、それも交流を絶っていたゆえか、その夢で森の危機が告げられているとは見過ごせんが。夢見師、僕のこの選ばれし際はそう呼ばれるのだな。彼の言う西の湖の大蛇というのも、巨人ロツァトルと戦った伝説の翼持ち師大蛇のことかしら。となるとケージに出てきた石板というのは、ユキスネルの大ピラミッドの石室に古き伝承が刻まれたロンカの石板が保管されている。おそらくはそれのことだろう。石板の伝承に森の危機の正体が記されているのやもしれぬ。私なら石板の古代文字を解読できる。ここへ持ってくれば読み解いてやろう。しかし神殿の内部は皇帝と彼に並ぶ者だけに許された場所。同盟者である君がロンカの石板を取りに行くといい。手を貸してくれるかな。はい。おう、ロンカの神殿。ビジョンの光景がすぐそこに。僕も近くまでは同行できるだろうか。私たちと一緒なら神殿の外までは連れて行ってあげられるわ。ただし私たちのそばを離れちゃダメよ。かわいい。水蛇様、話できる。ラニルさん、九段の石板はユキスネルの大ピラミッドの内の石室にあるはずだ。夢見師の青年か。そのような存在が現れるとはな。水蛇様、キー。今回は特に警告はないから大丈夫そうかな。前になんか結構危ない時に警告をされたもんね。2箇所なんか出てるけど、これなんだっけ。タスクどうなんだった。もうこれだけか。上っていけ、あ、いけるのか。ちょっと先にこの小部屋のとこ見て。あ、ちょっと待って、目が。で、この左の小部屋。ここ。これが石板か。古代文字とともに、ナマズの絵が刻まれている。水蛇の伝承ではないようだ。あ、3箇所にある。3箇所だけど、もう1箇所しかちょっと見えないな。おや、
ちょっと待てよ。この上？上行ける？いや、上行けないか。ここからじゃない。ここの上。行けないか。ピラミッド内行かなきゃいけないかな。ちょっと待ってよ行くか。ピラミッド内を。で、こっち。でもなんとなく回転しながら上がってってるんだね、ここ。そっかそっか。ん？こっち。二つあるね。文化の石板。古代文字とともに蛇の絵が刻まれている。水蛇の伝承が刻まれているようだ。こっちは？これは何だろう。古代文字とともにクワールの絵が刻まれている。水蛇の伝承ではないようだ。これでいいか。この辺ってクワールいたっけ？いないと思うから珍しいのかな。これってこっちから行ける？行ける？あれ降りれる？あ、やっぱ上に行けるんだ。あれな、何を引っかかってたんだろう。ここね。了解。みんなは、ファイナさん、石板見つかった？シュナさん、待っている間質問攻めにされたわ。論歌について、ビースの使命について。尽きないものね。ワランさん、銀フォートのやつちゃんと神殿のそばから離れなかったぜ。まあずっと喋りまくってたけどさ、一応なんか言うことは聞いてくれてるっぽいね、金本くん。おお、水蛇様についての英知がその石板に。早くファノムの里に戻り、真意を解き明かそうぞ。へい。神の意向をね、解き明かしていこう。いや、飛べるようになると本当に嬉しいな。また多分どっかに、風味役じゃなくて、探検手帳か、がありそうだ。また、見ておこう。ファノブの里はこっち。こうやって見ると、結構近いんだけどね。そっちそっち。水蛇様、はい、キュイ。はい、論歌の石板は見つけられたか。はい、渡す。ふむ、この石板のようだな。皆が揃うまで私が古代文字に目を通しておこう。私も久々に見るんだ。どれ、ワクワク。ロンカ帝国が滅んだ後に
我々の祖先が口伝をまとめたものだ。記されているところによれば、皇帝の操り師巨人ロザトルとの戦いに敗れ、大いなる水地はそのマナと共に放乱に封ぜられた。あふれる力は民の崇敬を集め、水地は森を見守りし者となった。また東の大神殿はビースの親衛隊に、西のダワトリ神殿は水蛇の声を聞く神官の一族に託された。ラケテカは二つの民が守る地となった。しかし西の神殿が湖に沈み、神官一族も滅びると、森はビースだけが守るものとなり、その緑は濃くなった。水蛇が友を思い嘆き、蛇のごとき大使を這わせたゆえである。おお、なんたる叙事詩だ。あなた方が今日まで守り継いでくれたのだな。ねえラニル、ラケテカは二つの民が守る地となったって。ああ、私も昔何気なしに読んだきりだったよ。今までビース族だけが森の正当な守護者と考えられてきたわ。でも記述が本当なら、もともと森の半分はビース以外の一族に託されていたことになる。もはやこの神官一族の血筋をたどることはできぬだろうが、里の未来が不安視されている今、この記述を目にするとはな。これこそが水蛇様の啓示なのかもしれない。スリザーバウの若者よ、私は幾千の昔に生きた彼らが論家の英知を尊ぶ君のようなものであればと思い馳せている。論家の文明を愛する君なら信頼できる。どうか伝承の一族のように、私たちビースと森と遺跡を守るのに力を貸してくれないかしら。そのような古き守り手とともに森の守護を担えるなら至上の誉れだが、私も里を支えるために森の外に同胞を探しに行こうとしていたの。その上、森を他の人々とも守れるのなら、君みたいな人がいてくれたら頼もしいわ。そうか、ビジョンに示されし森の危機とは、ファノムの里の衰退とともに論家の英知が失われゆくこと。それを食い止め、助けとなるべく僕が使わされたのか。そして伝承に語られし水蛇の声を聞く神官の一族、僕こそはその末裔であるのかもしれない。そういえば化身様は一緒にいたのに。再び見姿を隠されたか。しかしこたびの危機の啓示だけでなく、友情の福音のため訪れてくださったのだな。あいつ気づいてないみたいだな。君さえよければ化身様を旅に連れてっちゃってよ。ここにいると永遠に森の危機が発見され続けると思うんだよね。ほら、なんだか嬉しそうにしてるし、本物ならまた刑事に現れるだろうからさ。ふむ、森で頼り合える友はこれほど近くにもいたのだな。君たちをいつでも里に歓迎しよう。
我らもスリザーバウに正式に友好を申し出なくてはな。ああ、ついにこの森は論家皇帝が預けた形で守られていくことになろうぞ。我らラケテカの民によってだ。なるほどなるほど、まあ、そうだね、ラケテカのここにいる人たちで一体化しといた方がいい感じはするね。というわけで論家の守護者たちコンプリートというわけでですね、ゲットしました。水蛇様と申しますか、水地様と申しましょうか。相変わらず呼び方が分かんなかったんだけどね。こちら、あ、エロースもらった、使っとこう。そしてロンカの水蛇、クエスチョン、ロンカの水蛇水蛇水地の化身とされる何か、何かってなんだ、使う。そしてミニオンリスト来たな。よしよし、ロンカの水蛇、ロンカの水蛇の化身とされる何か、夜の旅の同志見習いキンフォートの夢に現れ森に迫る危機を伝えたとされるが、正直なところ正体は不明である。原初世界の東方地域に伝わる土の子のようにも見えるか。声はどんな、キッキュイーヘイ。ついてくる、よしよし、ちょっと待ってよ、撫でる、大きくなる撫でると餌をあげる、食べてる、肩には乗らんかな。よし、でしばらくはこの水蛇様と共に行動しようかなと思います。というわけで今回ここまでかな。クエストはもうメイン以外はございませんね。オッケーオッケー。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。あ、そうだ、ちょっと待ってよ、ダニエルさんってなんか特別なこと喋る。懐かしい夜空だ、昔も仲間たちと共に見上げていたものだ。あ、そっか、空が変わったからみんなセリフが変わってる、ひょっとして。気になるな。でも全員聞く、ちょっと元気はないかな、周りに誰もいないな。あんな近くに大積み食いが、この辺のさりげなく喋るセリフも変わってんのか。なるほど。というわけで、まあとりあえず今回はここまでかな、にしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。次回はですね、ちょっとだけお得意様クエストですね、イデルシャイアの方のアドキラーさんが多分これで完成ですので、アドキラーさんの方レベルというかランクマックスにしておいて、その後グレンの方の超認知の復興を続きをやっていきたいかなと思います。では失礼します。